横浜栄高校神奈川県立横浜栄高等学校は神奈川県横浜市栄区に所在する公立の高等学校。1九9九年十一月に策定された県立高校改革推進計画に基づき神奈川県立高南大高等学校と 神奈川県立上里高等学校を再編して2009年4月に設立された。タウン遺の利点を活かし、大学進学を重点に置いている。また、夏休みには、任意参加の様々な教科の書き講習が行われる。校内は、基本的に一足製であり、緑に多く囲まれ自然豊かなところでもある。港南台駅から、市営バス、神奈中バスで、エのキ戸まで4分。 徒歩3分。江南台駅からカンナ中バスで、横浜栄高校前まで6分。徒歩1分。江南台駅から出るカンナ中バスのうち、横浜栄高校前を通るバスはすべて、横浜栄高校と行き先表示器に出ている。また陽光台駅、大船駅、上、長屋駅、金沢八景駅、上大岡駅の各駅からもバスが出ている。きらめく。 羽ばたく、ときめく未来創造空間。ビビットブルーグリーン交渉は、デザインの募集を2008年11月1日から30日にかけて行い、86もの応募があった。その中から4から5作品の候補を決め、当時の高難題、上里生徒による投票結果を踏まえた上で、選考会議にて、グラフィックデザイナー奥野和夫の作品に決定された。文化放送の ラジオ番組とのタイアップでシンガーソングライター佐藤によって作曲された。補作及び編曲は同校教諭赤川敏子が担当。2010年度から体育祭が行われる。例年夏の6月から7月頃にかけて文化祭である堺祭が開催される。港南大高校と上里高校にあった部活に関しては基本的にそのまま横浜境高校に引き継がれたが、 平行時に両校にあった活動休止中の部は全て廃部扱いとなっている。また、港南大高校にあった水泳部は横浜境高校にプールがないため廃部となった。柔道部は2015年の生徒総会において廃部が決定した。旧、港南大高等学校旧、上里高等学校。ありがとうございます。